良いのかフィン。こうも堂々と行動して。対応に追われとるギルドはともかく、クノッソスに潜む連中にわしらの動きが気づかれるぞ。隠れて行動しても地の利は向こうにある。ならあからさまに姿を見せて僕たちを意識させた方がいい。敵に牽制をかけるということか。しかしそれでは余計にクノッソスに引きこもるのではないか。少なくとも警戒はしてくれるだろう。もし敵が神イシュタルの鍵をまだ回収できていないのなら、今回の僕たちの夫人は鍵を入手したがゆえの大攻勢と誤認する可能性もある。そして敵が僕たちを警戒してくれるなら、クノッソス内部の事態に人員を避けなくなる。クノッソス内で何か異変が起こっていると。ダンジョン内での大移動、ひいては地上進出を懸念された武装したモンスターたちは18階層から動いていない。これは希望的観測に過ぎないが、もし武装したモンスターの狙いもクノッソスだとしたら、面白いことになるだろうね。それに僕たち以外の冒険者が見えるのも、クノッソス周域が慌ただしくなっている裏付けになっている。くっそー、なんでブレイバーたちがいるんだよ。神イケロスがここに潜伏してるって情報掴んだのか。そうじゃなくてもこの人権確信して動いてるだろう。怖えよブレイバー。それにヤバいよヘルメス様、早く星を抑えないと私たちが隠してることもバレちまう。見つからない。フィンの話だと何か出てくるかもって言ってたけど、あの人はさすがに出てこない。想像しいね。今日のダイダロス通りは。あっ、辺りを見張ってるわ。神を見つければ堂々と追っかけてくるわ。まったく旗迷惑な連中さ。ペニア様、何か探し物かい？それとも盗み？都市の混乱に乗じてやってきたなら、いい根性してるじゃないか。何か喋んな。私自ら話しかけてあげてるんだよ。まったく、人形みたいな綺麗な顔しちゃってさ。ペニア様は今、何を？質問を質問で返すのかい？うわ、やだやだ。ロキは全く教育ってもんをしてないね。こんな小娘がもしファミリアにいたら、私はすぐに追い出すよ。誰も私の眷属になんかなりたがらないけどね。今起こってる事件の調べ物をここでしてます。探し物があるんじゃないかって。そうかい。私の方はただの散歩さ。最近ダイダラス通りで変なことはありませんか？変なこと？例えば？怪しい人がいるとか。ここはスラムで、都市の中の声だめさ。牢石を働く冒険者崩れとか、バカそうな連中なんてそこら中に。モンスターとか、イビルスとか。何か知りませんか？知らないね。
ねえ、ケンキ。お前さんはこのダイダロス通りをどう思う？おかしなところ。複雑で、ダンジョンみたいで、都市の中で一番変。ほう、それで？あとは、都市の中で一番貧しい。私からすれば、潤いすぎてる。